ちょっと特集の方へ動いていきたいなとはいじゃあ入れてくださいよいしょよいしょこうしますねじゃあしまして一応一応ねこれ恒例の行事ですからそれぞれ持ち寄ったネタをここでね大暴露大会していきたいなとはいどうぞじゃあ私引きましょうかはいどうぞじゃあこの何その手近なところがいいいなこんですか あ<あ>高市つぶしと出てますよ須田さん番組前半でね前半でお話しさせていただいたということなんですけれども,、はい、れどもまあこれもねあの奈良でずっと取材をしてくるとやっぱり今回の、ね、奈良県知事選挙の本当の狙いはどこにあったのかねあの今日前半でも言ったけどちょっとざっと振り返っておくとすると、はい、そもそもは昨年の段階で自民党サイドが情勢調査をやった結果 えー、現職というかですね前現職の荒井元知事が、えー、ダブルスコアで負けると山下、えー、日本維新の会公認候補にですねダブルスコアで負けるということがもう明らかになったわけですよ。うん、そこで高市早苗県連会長が動いてね、えー、まあ後者を立ててきたんだけれどもだからそういった意味で言うとね あのそ,そもそも自民党は劣勢だったんですよただ勝てる要素というのは勝てるためには自民党あるいは保守が一本化してそして当選決まった山下候補に挑むというねこの一騎打ちの構図っていうのが一つ大事だったのかなと私は思いますけどねでもう一点ねさあどうなんでしょうね、あのー、これね実を言うと自民党推薦でしょ。 平井小候補っていうのは平木小候補っていうのは、ねはい、もう一つ、えー、立憲民主党奈良県連支援なんですよ、うん、立憲民主党奈良県連支援、えー、でその中心になっていたのは誰かというと馬淵澄夫僕の高校の一休の先輩。で,、えー、でそれで、えー、これね金曜日の晩に。えーえーうん あ何現地入っていろいろ話聞いたら「いやしさんいろいろ頑張ってるよと」と、うん「明日もあその木曜日の晩かで金曜日も、えー、午前中から奈良へ戻ってきて、えー、なんかこう一緒になって平木賞候補を、ね、連れて回して、えー、選挙活動やるそうだ,やるそうだよ」って聞いたんで「うん、えそうなの?本当」先輩やってんだと思って電話したんですよ。えー そしたら、ねあのー、すぐ電話に出てあ、ねえー、明日こちらに来られるそうですねといや国会で、えー、10時まで、ねあのー、国会で質問があるからそれはとにかく駆けつけると、ね、自民党どうなってんだと、ねうんうん、自民党何もやってないじゃないかと僕も、ねえー、今現地にいるんですけれども聞いたのは、えー、地元の国会議員で一番活動量が多くて一番頑張ってるのは馬淵先輩っていうふうに聞いてますよってその通りだやつ、うん、ら全然動かねえんだあ っていう風な言い方、まあ、自民党何考えてんだみたいな反感になって怒ってる。でマブさんマブシさんで、やっぱり地元の選出の国会議員として、やっぱり維新がどん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 進出してくるんですよ奈良にも、接近してくるんですよ。それを何とか食い止めようと。 ならなことはならで決めるんだっていうことで要するに平木賞候補の支援に立ったということなんですよね。うん、で一体何が起こっているのかってねいろいろ聞いていくとですねじゃあもう一点ね前半で言わなかったんだけども高石さんは何とか荒井さんに、ねえー、出馬辞退をしてもらおうと思って荒井、ね、あの元知事が出ても、あのー、当選しないんだから、ええ、そもそも、ええで。出馬するとということは、うん でじゃあそこに仮に一本化してもみすみす自民党の候補が負けるということを意味する勝つためにはやっぱり新たな候補者を立てなきゃならないでそれは平木さんに決めたねでそうすると高市さんとしては要するにその新井さんに本意してもらって出馬辞退にしなきゃならないということだったわけですよ。でところがですねこの新井前知事は一切県連会長の高市新井さん,さんに会おうとしない。 なんですよで困り果てて一回も交渉せずにっていうかその聞く持ってもらわないってことはこれば、ね、間違いなく、えーね、次の奈良県知事選挙は、ねえー、自民党候補は苦境に立たされると、ね、で場合によっては負けてしまうと友達になってしまうとそんなことは避けたいからとにかく話し合いをしたいと思ったんだけれども一切会おうとしない。 ねうん、でそこで困り果てて周りの人間動いてその荒井知事のです、ね、講演会会長に仲,仲,仲介してもらって、うんね、でその人が1時間半から2時間近く説得をして、うんね、それでようやく会ってもらうことになったわけ。はあ、で高橋さんさあ伊丹バーンと飛びました、うんね、あの東京から飛んで奈良に入ろうとした、うん、ところがですねその途端ん、ねえー、入った途端にですね会わないっていう連絡が来た。 <え>面会拒否で、えー、その間何があったんだろうかでそしたら、ね、待機してるところにあるる人から電話が入るんですよ、えー、奈良県選出の国会議員から電話が入って、はい、その人は、ねえー、森山博史さんの近い人間森山、えー、博史っていうのは自民党の選対委員長なんだけれども、はい、近い人間「えー、高橋さんどうですか今日は会えるんですか?」って「会ってもらえることになったわ」みたいな話になってたんですって。 そしたらあそうですかちょっと心配で会えるかどうかで会ってもらわなきゃならないと思って心配で心配して電話かけていた体で,、えー、でそれがそのまま向こうに流れたんじゃないかと。その間会ううななっっていい連絡が入ったんではないかという、まあ、これは憶憶測ね<ぁ>島憶測ねそして繰り返しになるけどじゃあなぜ新井さんがそこまでこだわったのか。 出馬に固執したのかっていうとこれは間違いないご当人も私の取材ではないけど周囲に認めてるところなんだけど新い元知事もね、ええ、要するに森山さんから「頑張れ」って言われたと、ええ、もう絶対出なくちゃダメだって言われたと、ええ、いうことを直接聞いた人間が私直接聞いてるからはあねそういう先代本部長がそう,そうっおっしゃってるんですよ、ね、じゃあ何のためにそんなね、えーえー えどうやったって落選する人間をすまへを追い込んでいったのかそれは二階さんが周辺でかかっているところによれば森山さんと二階さんっていうのはこれは非常に近いですからね。高市を潰すとこれがそうつまり今おそらくですね今日の朝のえ段階からずっとですねその高市さんに対する責任問題っていうのは出てきてるはずですよ。 まだちょっと私も今日、朝からこの番組やってるんでねネット上のというかツイッターも含めてですねこれ見てないからわからないけれどもおそらく高市責任問題っいうのは出てきてるはずなんですよね。あ 要するにストーリーとしてはね、うん、これは嘘のストーリーだけれども、うん、要するに荒井知事が出てれば、うんでえー、山下、えー、日本維新の会公認候補を向こうに回して要するにいい勝負ができたはずだと、うん、場合によっては荒井勝吾が勝ってたはずだと、うん、にもかかわらず、えー、高市さんはね平木翔という自分の可愛がっているかつての部下をどうしても、ねうん、知事選に出馬させたくて強引に押し込んできた、うん、だから保守分裂になったんだと<ー>高市は責任を取れと。 そういうような論調出てきかない実際全然違うのよつまり落選することを含んでるわけ両方友だれになることを前提にそういう友だれになったら県連会長の責任になる問題になるここに持っていこうとしてるわけよはいひって話ですねこれ。ということですとだからねこれからが大事ですよ皆さんね まあ高橋さんに対してねまあ応援まあ今回はその開翔候補に投票できるのは奈良の方だけだ奈良の有権者だけだったんだけれどもやっぱりここでねこれから今日からですよその清掃が始まるのは綱引きが始まるのはだからそこでやっぱりね高橋さんの支援というのかな声を上げていかないといけないんじゃないかなと。 言われなき、ね、先般扱いでもね政治ってこんなにドロドロ要するにしてるものなのかなっていうね。あそうですねつまり、ね、その足を引っ張りたい人間をうんの足を引っ張るためにはよ、えー、その自民党系の知事を一つ失っても構わないみたいなね。えーえー、恐ろしいですね、うん、これはどうなんですか須田さんの見立てでね、うん、今やっぱり支持率が上がってるじゃないですか。 あの岸田政権の内閣、ね、もう一回下がってきてるもん、ねうん、で,でもだからそういうふうな中でね奈良の奈良の知事選だは落としても逆に言うと次の総理候補のこの問題を高井さんを潰さめだったらそれでいいと思ってるんですかねいや、えー、だからねやっぱりそういった点でどうなんだろうねやっぱりこれ遡って考えてみると昨年七月、うんえー、安倍元総理暗殺事件この辺りから政治の流れというのが大きく 変化してきてね。えー、でやっぱりそれまでね最大派閥政和会安倍派ですよ。現在でも安倍派だけども。えー、要するにここをですねこの影響力を削ぐ安倍発ぶしっていうことをやっぱりいろんな方が考え始めてんじゃないかなと。あ、はあ、はあうん、なるほどね。今は、うん、明白な司令塔がいないわけですしね。うんえー、安倍派はね。うん、じゃ必要です、ね。そういうことですんで。はい じゃんはい4月14日夜8時から第8回夜生を開催いたしますいつものように配信開始は夜7時の準備段階からお見せちゃいます 出演者はこちら全員が初登場というお三方お<ー>森島さん,んね飯田さん、うん、森永さんですね菅、うん、田さんこの3人に集まってどんな話したら盛り上がると思いますいやー飯田さんはちょっとやっぱりねあれかなーファンザか AV かなんかの話してほしいので <laughs> AV 好きの大学教授って、ね、夢なので有名な AV 好き, AV 好き は、皆さん、あのー、視聴者の皆さん、勘違いせずにいてくださいよ。まああのー、オーディオビジュアルのことですからね。<laughs> はい。といったわけで、4月14日金曜夜8時、今回も7時から皆さんの聞きたいニュースを募集していきますので、どしどし書き込みしてください。それでは闇鍋ジャーナルの夜生でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。